ディーワーリーの祭りで明かりが灯されたディアディアは通常粘土で作られたギーや植物油を浸した布製の芯がついたオイルランプである。ディアはインドア大陸が起源であり、ディーワーリーの祝祭やクシ,シティの儀式など、ヒンドゥー教、シク教、ジャイナ教、ゾロアスター教の宗教的な祭りでよく使用される。粘土のディアは しばしば特別なイベントでの明かりのために一時的に使用されるが、王道性のディアは自宅や寺院で日常的に使われる設備として設置される。特にディワーリーではディアやろうそくが掲示、知識、英知の象徴となっている。寺院に置かれ、礼拝者を祝福するために使用されるディアは RT と呼ばれる。バターランプと呼ばれる同様のランプは チベット仏教の供物として使用される。出産、ディアの明かりは、出生に関連するヒンドゥー教の儀式の一部にも、なっている。タミルナドゥのナッキーイルコイル、またはアノムランプの上に付けられたオーナメント。材料の選択については、釜焼きの土器のランプに次いで、複数の芯を備えた、金属製のランプが最も一般的であり、大部分は、サマイとして知られる真鍮で作られる。 その他には、刃で作られた、パトラバリーフローティングランプや石で作られた、パーマネントランプなど、他の素材も使用される。芯のデザインについては、1本の芯を用いたものが、大部分で、4本芯のタイプがそれに次ぎ、2本、5本、7本などのタイプも作られている。ランプ全体のデザインについては、装飾用ランプには、様々なデザインがある。 アノムランプとしても知られる象徴的なナイレビラック、ランプは、タミルナード州のナシアイアーコイルのパーテルコミュニティによって、独占的に製造されている。ありがとうございます。